はい、こんにちは。4月の20日月曜日の日帰り竹部でございます。さて、週明けの東京外為市場ドル円相場でございますが、118円台の半ばから後半を中心とする動きとなっているわけでございますが、やはりちょっと上値が重いのかなというところでございます。個人的に、非常に気になりますのは米国の10年債金利、実は6日連続で陰線引けなんですね。それに、合わせてという形ではないとは思いますが、ただし環境形成としては米国の10年債金利、長期金利の低下というのはやはり、ドル円を圧迫しているのかなというふうにして思います。でこれちょっと翻って展示点見てみますとですね、やはり、国内から米国債を買うんだというような動き、これが以前から指摘されているわけでございますけれども、当然米国債を買えば金利が低下するというような形ではぐるりと堂々巡りしているのかなという感じもしなくもないところでございます。ただしそうした流れの中で一方 です。ちょっとリスク管理的な動き、リスク回避の動きというのもあるのかなというふうにして見ております。こちらご案内させていただきますのは、右側に持っておりますのが G20 においての声明文でございます。そして左側に持っているのがこれウォールストリートジャーナルなんですけども、まずは G20 の声明文の方をご覧になっていただけますでしょうか。今回ですね、大きく、為替の話においては、見解それほどなかったよというような見方がというんでしょうかね、問題視されなかった、黒田日銀総裁もおっしゃっていましたし、麻生財務大臣もおっしゃっていた。そしてこのステートメント、こちらのはどなたでも見れます。財務省の方から私持ってまいりましたが、これも見てもですね、特別大きなことは書いていないんですけども、逆に言うとこれ書いていないというからこそですね、今の現状水準、少しドルが高すぎたよねというような言い方っていうんでしょうかね、FRB などが懸念しているというものが少しマーケットではこの継続性が強いのかなというふうにして逆説的に考えてしまいます。そしてもう一つでございますけれども、今度こちらに持っておりますのはウォールストリートジャーナルなんですけれども、こうした見出しになっております。あまり大きな見出しにはなっていないんですけれども、こうでしょうかね、ECB ドラギリジェクトトークオブグリックエグジットと、要はドラギ ECB 総裁ギリシャのユーロ離脱を否定したと。なんか否定すれば否定するほどなんか不思議な感じはしますけれども、ギリシャは離脱に追い込まれるかもしれないというような見方は否定して、後戻りできないんだよと。そして、ここ最近国際いろんな会議がありますけれども、今は後戻りできないんだというような形で、ユーロ離脱、これ離脱、リスクが指摘されているわけでございますけれども、非常に強気に出ているというところ、IMF などの幹部などからもですね、それほど当然ですね、大変ですというふうにして言うわけないんですけども、安心できるような形でマーケットに伝えているわけでございます。で、ここでもう一つ、リキアの FX 道場ブログの方で書かせていただいたんですけども、ユーロあんまり売っちゃいけないよ、売っちゃいけないよっていうわけでもないんですけども、ユーロショートというのは後で後悔するんじゃないかというようなですね、為替水準にちょっと言及するようなご発言をドラギ ECB 総裁なされているんですね。そこで今回のタイトルはユーロ売るなドラギ総裁というところでございます。さすがにですね、売るなと私もちょっと驚いた、こういうニュアンスではなかったんですけども、ギリシャのユーロ圏離脱が、推測するのはちょっと時期尚早だよというような形で、ユーロショート、ユーロ下落を見込んでのユーロショートはあまりしない方がいいんじゃないですかというような形で注意喚起をしていると。これ非常に分かっているのは分からないような形なんですけども、ただしマーケット特にユーロドルにおいては、1ユーロ1ドルですね、1ユーロ1ドルといういわゆるパリティ価格、等価という意味ですけども、等価価格を意識して、そうしたところにマーケットが少し寄せていることに対しての牽制発言なのかなというところだと思います。以前もですね、何が 何でもするんだと、もう随分懐かしい言葉ですね、ユーロを守るためだったら何が何でもというか何でもするぞというようなことをおっしゃってました。じゃあそのユーロ安というのが何が何でも何でもするぞの中に入ってくるのかどうか、ユーロの失礼、フランスの財務大臣からは、今の現状水準がいい、ちょっとユーロ、これ以上だったら安すぎるよというような牽制発言もございました。ドイツの財務大臣などからはちょうどいいというような、ユーロ安というのが消費輸出成功を高めるんだというような言い方をしていました。若干ユーロ安に関してはですね、見解が少し分かれるところではございますが、いずれにしてもですね、マーケットが今現在注目しているのは
ギリシャ問題だよということでございます。ギリシャの債務不履行に対しての警戒感というんでしょうかね、ギリシャ改革案で、これは今週でございますけれども、確か24日ぐらいだったでしょうかね、緊急というか、ユーロ会合が、確か予定されていたかと思います。24、25だったでしょうかね、ユーロ圏の財務省会合、こうしたところでは国際支援団においてのユーロ、ギリシャ政府に対する融資実行の可能性が出てくるのかどうか、こうしたところが非常に問われている流れの中では、基本的にはユーロロングは持たないでしょうというのがですね、ちょっと教科書的なところではございますが、ユーロを売りに傾斜すると危ない目に遭いますよということをおっしゃっていたのがドラギ ECB 総裁でございました。で、先週末の時点でこの売買比率動向ちょっとご覧になっていただければと思いますが、東京金融取引所におきます、ユーロ円のポジションは今ここに来て少しキュッと下がっているところでございます。127円台の現在が後半128円割れてくるようなところで少し売っているというところなんですが、どちらかというとリグっているというよりも戻り売りの方々が増えてきたのかなというイメージで見ております。で、右側でございますが、60分足チャートで竹部見る限りでございますが、やはり7の75アラウンド割れてくるようですと、次警戒しなくちゃいけないのは1円刻み、6の75になってくるのかなというふうに見ております。かなりざっくり感でございますが、8の75、7の75、6の75というイメージでですね、ユーロリスク、私はドラギ ECB 総裁にあえてカウンターを、申し上げるような言い方をすると、安心してくれというか、注意喚起、ユーロショートに傾くなというふうにしておっしゃってはいますが、じゃあ本当に問題解決しているのかというと、これはさすがにドラギ ECB 総裁も認めるわけはございませんので、マーケットのトレンドに逆らわずにですね、順張り追随でユーロ円を取り組みいただいた方が、逆に私はリスク管理につながるのではないかなというところで、今回ユーロ売るなドラギさんと題してご案内させていただきましたが、マーケットのトレンドに逆らわないような形で、あえてベンチャーエントリーなさらずに順張り追随というところで、ストラテジーイメージをお持ちいただくのがよろしいのではないかなというような見解で今回ご案内させていただきます。そして本日は月曜日でございます。そこで本日のテーマは今週の重要指標でございます。で、まずは本日でございますけども、建設支出関連の指標ございますが、こちらの方は申し訳ございません、流していただきます。で、火曜日になります。火曜日というか今日明日どちらかというと、欧州株であったり、もしくは先ほど申し上げた米国債の10年債金利、こうしたものにご注意していただく方がいいのかなというふうにして思っております。で、明日21日火曜日でございますけども、議事録用紙 RBN 議事要旨が発表されます。で、こちらにおいてはつい先日ですよね、16日だったでしょうかね、5ドル RBA が警戒しておりました。雇用関連というところでは雇用統計非常に強かった、そうした流れの中では5月の利下げ観測というのが少し後退したのかなというふうにして見ております。ただし当然でございますけれども、米早期利上げ観測と相まって5ドルがどうなっていくのかというになりますと、5ドル米ドル主体になっていくのかなというふうにして見ております。そうした流れの中でまずはこの政策合意の、政策合議よし公表、変な言い方でございますけども、まずはこちら、21日火曜日ご注意をしていただければというふうにして思います。続きまして22日になります。そのままですね、5ドルのつながりというところで警戒していただければと思いますが、10時半に、四半期ベースでの消費物価指数、こちらの方が発表されますので、5ドル、21日から22日が少し山場になるのかなというふうにして見ております。で、一方で時間軸がちょっと前後しますが、8時50分に日本の貿易収支が発表されますが、予想数値よくご覧になっていただければと思います。参考数値、これ2月の貿易収支でマイナス4246億円で、こちらの数字というのはこれ前年同月比では大幅にこれ実は減少してるんですよね。やはり輸出の持ち直し、原油安というところでは、少し輸出の持ち直しが円安も含めて、回復してきていると。2月の輸出額の時点では6ヶ月連続だったかと思います。さあ、そうなりますとこの3月、実はこれ予想数値がプラスに出ているんですね。輸入額が大幅に減少して輸出額が増加するんじゃないかと、要は久方ぶりに貿易収支黒字転換する可能性があるよというところで、これは私個人的には額云々ではなくってプラスに転ずるだけでですね、かなりドル円相場上値抑えられるのかなというふうにして見ております。ポジティブな形で今の現
炎上水準がいいというような形で見ればというところだと思います。まあ、あまり反応ないかもしれませんが、一応この8時50分ですね、本邦の貿易収支、ご注意をしていただければというふうにして思います。そしてその日の夜になりますけども、ここ最近、総選挙、特にポンドにおいては総選挙の方が意識されておりますが、英国に関してはついこの間でしょうかね、天然ガスの、まあ、原油、まあ、シェルという名前も明確に申し上げた方が分かりやすいのかもしれませんが、ロイヤルダッチシェルからですね、英国企業の天然ガスの会社を買収するんだというような買収案件も意識して、時給的にはポンド買いというような形になり、ま、なっておりますが、5月の7日だったかと思います。で、総選挙も意識して少し上値が重いよという流れの中で、英国のこの中銀議事要旨というのはどういった形で出てくるのか、利上げに時期に関する協議がどの程度まであったのかというところですね、こちらの方を十分ご注意をしていただければというふうにして思います。続きまして、4月の23日です。午前中に HSBC、まあ昨週末において、PBOC が中国人民銀行、また預金準備率対銀行というところで引き下げたところでございますけれども、そのデータは反映しているわけはないんですが、センチメントとしては注目されやすいのかなというふうにして思います。HSBC、まあ、民間銀行の製造業の購買担当者景気指数でございますが、10時45分、特に5ドルに反応しやすいのかなというところだと思います。そして夜でございますけれども、ここ最近、米国の 新規住宅関連、まあ、どちらかというとちょっと市場の様子を上回っているような形ですのでね、少しこの辺をもう一回取り出してくるのかどうか非常に微妙なところだとは思いますが、3月においては少し不調、失礼、2月においては少し不調だった分だけ、まあ、反動というのが出るのかどうか、ただし予想数値が非常にコンサバティブになっていると、特に新築住宅販売件数前月比の方はマイナス 5.4% というかような形で出ておりますので、意外や意外な動きになってくるかもしれないのがこの住宅関連指標でございます。十分ご注意をしていただければというふうにして思います。続きまして金曜日です。米国の経済指標の非常に主役でございます、耐久財受注というところでございますが、この耐久財受注においてはですね、輸送関連の減少が少し影響していたのかなというところが2月分でございましたので、その反動が出てくるのかどうかというところかと思います。ただしびっくりするほどですね、回復されたというような形にはなってないのかなというところですので、逆にこの予想数値が逆に非常にコンサバティブな数値、少しでも弱まっていくような、もしくは前回に近づいているような数字になると、大きくドルが、まあ、失望という形になりますでしょうかね、売られてくる可能性あるかもしれません。コア受注の方が少しこれこちらの方は出ておりませんけども、あまりよろしくなかったはずでございますので、数ヶ月連続での減少を またさらに継続させるのかどうか、週末の金曜日でございますが24日耐久財受注、十分ご注意していただければというふうにして思います。ギリシャ関連でのリスク回避の動きというのがですね、シンプルに米国債の価格を押し上げて、そして米国の金利を下げるというような形でリスクオフの動きがですね、ドル円を少し圧迫しているのかなという感じもしなくもございません。週初月曜日、どちらかというと東京勢様子見になってしまいました。欧米勢の動きを見てというところで、本格的に今週始まるところでございます。リスク管理の方は十分ご注意していただければと思います。でちなみにでございますが、今夜22時からの東京 MX テレビさんワールドマーケット、こちらの方に出演させていただく予定でございます。もしよろしかったらご覧になっていただければと思います。以上、4月の20日月曜日の日替わり竹部でございました。